サンキューフォーオール、コウスケ福留。さあ、この時間はスペシャルゲスト、中日ドラゴンズ柳裕也選手にお越しいただきました。柳さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、みんな大好き柳選手にお越しいただきましたが、ありがとうございます。はい、柳さん、はい、この福留孝介引退特番、はい、来てくれてありがとうございます。いや、自分でいいのかなっていう、はい、もちろんでございます、はい。さあ、早速ですが、はい、柳さんから見た、はい、福留伝説をちょっとね、いくつかここでご紹介していただきたいんですが、はい、はい、お願いします。そうですね、まあ、うん、ドラゴンズに来られるまではあまりお話したこともなかったんですけど、はいはい、ドラゴンズに来られてもうすごい、そのまあ、年齢もすごい離れてますし、うん、僕たちとは。でもすごい気さくに喋っていただいたりして、はい、すごい最初優しいなというか、うん、そういう感じで喋ってもらったのは覚えてますね、最初、はい。そうですか。グランドで、はい、ロッカーで、はい、結構喋りに行って、うん、あ、僕はでもその前に名古屋球場で、うん、お会いして、福留さんが来られた時に、うん、でちょうど昼ご飯の時間でラーメン食べ行こうよって、で誘ってもらって、その近くにラーメン流っていうラーメンがあるんですけど、はいはい、そこに一緒に連れてってもらいました。それはドラゴンズに来てからの、来た瞬間というか、もう荷物を持ってきた瞬間に僕会って、うん、タイミングよく、うん、はい、それでラーメン一緒に行こうよって、へ、はい、気さくに誘っていただいたのが最初に覚えてます。福留さん覚えてますか？覚えてますよ。あ、そうですか。それはやっぱりこう、やっぱり今の若い選手には自分から歩み寄っていこうみたいなところ。もうそうですね、うん、もうそんな上でこうやって挨拶に来いよって言ってる場合じゃないので、はいはい、じゃあそれはでも嬉しかったね。嬉しかったですね、はい、すごい、一番世界で一番おいしいラーメン食べたな、はい、あれ嘘つきやな。美味しかったです。味覚えてますか？覚えてます。お、美味しかったです。美味しかったですか？はい、美味しかったです。実際対戦もあるわけで、うん、はい、あります、ありますよね、ありますよね、はい。どうでした、打者福留孝介って。いや、なんか当てたらやべえんだろうなと思いました。怖そうだなと思いました。まあでもすごい、なんていうんですかね、うん、こうすごい雰囲気がもうすごかったなって、はい、やっぱその打席内のオーラが、はい、なんか目つきがちょっともうえぐいなと思って、えぐいなって。じゃあどっちかって言ったら投げにくいなって、はい、ちょっと萎縮してました。福留さんどうなんですか、そのあたり。いや、そんなことないです。まあでも僕は対戦して、うん、こうあまり嫌いではなかったので、柳裕也というタイプが、はい、はいはい、なんでこう大体自分で狙い球が決まってれば、もう必ずそれを狙いに行くっていうことができるピッチャーの、はいはいはい、もうどこに来るって結構コントロールがやっぱりいいので、そうすると、あ、ここに来るなっていうのが、うん、もう予測がつくと、うん、もうそれだけを待ってれば、うん、はい、来ましたねっていうピッチャーです。なるほど、はい、って思われてたんだって、柳さん分かってました？いや、思ってるんだろうなっていうのは、まあ、一応僕も研究とか、はい、そのやっぱ一応駆け引きって、まあ、一応あるんで、うん、まあ、こう考えてるんだろうな、けどこう考えさせてる、逆なんかわざとそうやらしてんのかなみたいな、もう自分でどんどん自分が考えちゃって、あ、なるほどね、はい、打たれるみたいな、いわゆるもう福留孝介の術中にはまりにいっちゃってたってことか。いっちゃってましたね。まあでも武さん、これがやっぱバッターの格ってやつですからね。まあやっぱり経験してるしね、うん、あ、福留だと思って、初めはやっぱり柳若いから思いますけども、はい、まあでもそのね、僕もやっぱり柳を見ていた時にはまだ、僕もね、入ってきた時はあんまり評価高くなかったですね。ほうほう。まず何かって言ったら、今孝介言ったようにインコースきついのは来られないと思うから、なるほど、そうするとバッターね、すごい楽になるから、うん、まずそこが一つなんです。でも福留さん、ある程度若いというか、入団間もない柳裕也はある程度もインコースは捨ててた。あ、ほとんど勝負どころでしか待ってなかったです、うん、逆に勝負どころは腹くくってくるなと思ってるから、うんうんうん、そこだけしか待たないです。あとはもう全然もう外の変化球しか待ってない。そういうことか。柳さん、はい、見透かされとったな。逃げ回ってましたからね、外に。なんとかこう打ち損じてくれないかなと。それは若い時はそんなもんですね。なるほど、ね、それが打たれて勉強するわけだから、うん、だからまあね、孝介に育ててもらったんじゃないですか。そういうことだ。間違いないです。なるほどね、はい、でこの時間はね、福留さんから後輩柳裕也投手にガチアドバイスをちょっと一つお願いできないかなと。はい、うん、まあ、
これ僕ずっとね、柳にシーズンの時でも僕来てからずっと言ってたんですけど、はいはい、いいボールを投げる、でやっぱりそういうボールを投げるピッチャーなのにどうしてもこう 2-3 のカウントが非常に多いんですよ。そうすると勝ってる試合でも勝ってる、特に勝ってる試合が柳がこう投げて 2-3 が多くなっていくとどうしてもこう負けてる感じが出てきちゃうんですよ、守ってる野手が、守ってる野手が、だからなるべく柳には真ん中付近からこうだんだん広げていって勝負をしなさい、うんうんうん、だからいきなりコースコースコースで狙っていってボールボールになって真ん中に投げて苦しくなるんだったら、うん、もう最初から真ん中投げて1球で終わらすぐらいのつもりで投げないと、うん、自分もやっぱ球数増えて長いイニング投げれなくなるしっていうのは、これはずっと僕入ってきて柳に言って、でしかもバンテリンドームなんて広いんで、はい、でやっぱり柳の一番いいまっすぐっていうものをうまく使えばもうフライアウトがどんどん増えるはずなんで、もっとそういうのが必要じゃないかなっていうのは、これはまあやっぱり今年も見ても調子悪くなった時は必ずこの癖が出るんで、これをやっぱり直してほしいなっていうのは僕はありますね。それは柳さん当然ね。そうですね、うん、僕スリーツすごい多いピッチャーなんですよ。やっぱりどうしてもその良くない時ほどこうなんとかきちきち投げてっていう苦しいピッチングになっちゃうん で結構シーズン中とかもそのよく福留さんに今の自分ってどうですかねみたいなよく、まあ、聞きに行ったりしてたんですね、うんうん、でそういう時にやっぱりそういう風にずっと言ってくださってたので、まあこれからもう引退されて近くにいなくなるので、はい、そういうことも聞けないですし、まあまあその言ってもらったことっていうのはもうずっと忘れずに、うん、自分で思い返せるようにはしておきたいなと思いますね。でも柳さんほどの投手でもやっぱり、まあ、特に初回できませんでしたね。そうですね、本当に、はい、ですね。だって分かってるわけでしょ自分では、なぜできないのかっていうのは。そうですね、でもそのなんていうんですかね、その悪い時こそこう打たれたくないと思っちゃうんで、こうなんとか厳しく厳しくっていうそのまあ沼にはまっちゃいましたね、はい、福留さんやっぱ悪い時ほどさっき言ったように真ん中から大胆にっていうことがピッチャーはできない。まあもうそれはもちろんね、真ん中投げて打たれるのもそれはもちろん嫌ですし、だから悪い時はもう悪いで諦めればいいんですよ。ほう、でも仕方ないですもん、そこから良くなるってなかなかないんで、もうその日悪いと思ったらもう悪いから、えい、じゃあもうはいどうぞって、あとは野手の人頼みますって、うん、なかなかでも柳さんその心境ってピッチャー持つの難しいね。いやでもそれ大事かなって思います。あ、そうですか、はい、自分と戦っちゃうんで、もう自分と一生戦って終わっちゃう時もあるんで、やっぱりその開き直りじゃないですけど、うん、さっきの福留さんのラジオも今聞いてましたけど、うん、はい、もうそういうポジティブにっていうのは大事だと思ってます。まあでも武井さん、いいアドバイスですねこれは。まあそれはね、こうバッターもピッチャーも一緒なんだけど、例えばピッチングコーチにいろいろこう教えてもらうね、ピッチャーサイドからいろいろ僕らピッチャーの投げ方とかあるんで、そんな詳しいこと分かんないです。でも一番聞かなきゃいけないのってバッターだと僕思うんですよ、うんうん、だからそういう人に、いやどう今柳が言ったように、僕どんな感じですかねっていうのはコウスケに聞いたのは、僕は一番いいアドバイスがもらえると思うし、バッターから言ったらピッチャーに、今俺どんな感じ楽勝みたいな、極端なこと言ったらバッターだとバッティングピッチャー、毎日投げてるバッティングピッチャーが一番のコーチだし、そういう部分では本当にね、対バッターのこういうね、ベテラン経験ある人に聞くっていうのはプラスになると思いますね。なるほどね、はい、さあこの後ですね、逆に柳さんから福留浩介さんにちょっと質問をしていただきたいと思います。まだまだゲスト柳裕也選手続きます。